誰がいるの？誰がいるの？ラテトーイ！ゴッドファーザー降臨しました。やらしてもらってます。いやっしょ、MC っぽい。結構ね、あれ出とる、よくかし出とる人じゃん、あれ。誰が村上しようかやめとけ、ほんまに。それいけるけど。いや、まあ、多いね。関西人の、はいはい、見せてってくれやろ。何、お題、お題ね。7人いる、7人。うん。結構今日はね、多めでやってます。いっちゃん、ちょっと半分切れてるから、ちょっと真ん中で。めっちゃ入っとるから。入って、入って、入って。めっちゃ入って、めっちゃ入って。絶対入って。自己紹介しまーす。ほんと、自己紹介。はい、右の赤いチェックシャツから誰、うん、君誰やん。あ、イッサです。どうも。あ、手でか、手でか、手がな、顔が見えない。お前誰やん。お前2週連続やんけ。あ、そうです、2週連続ケイジです。どうも。爪痕なし、爪痕なし。はい、今日は残してこ。この人は誰。俺は、俺結構だ、まだまだ甘塚ギンギンだよ。よっしゃ、おばちゃんみたいなの。まあ俺は言う必要ないけど、水木です。あ、すみません。エフェレ軍団なんかねえよ、作ってくれよ。なんやねん、誰や。AV ちょっとチェックしたいな。はい、うん、君誰、大きい声で言ってみ、名前。はい、え、なんすか。お前の自己紹介。新たです。言うまでもないけどな。新た、最高の男だね。なんでそんな、じゃあ質問、なんでそんなに肌黒いんですか。何、焼いたから、海行ったもん。ブブー、親が黒人だから。はい、次楽しいよ。両親な、両親な、どっちもな。見て、香りに謝る。かっこかわいいやついるやん。誰。香り、水木、うるせえ。おーい。どうも、マナト。お前終わってんな。もういつデカビタ。はい、どうも。じゃあね、そんな感じでやっていきましょう。人間なんか向けるでしょ。え、なんかあれ台本書いてる。何読んでるみたいな。変な話。え、じゃあ変な話。ヤクザの名前入ってるから。まあでもね、この人数なんでね、まあいろいろコメントから引き拾っていってもいい。いや、コメント拾っていい。コメント拾っていい。何もないから、しょうもないから、コメント。はい、じゃあ今日の一発目の曲いきます。クラブラテ、中島優。中島優はやばい。優馬の、はい、誰だ誰だ。親子丼って何。親子丼いいです。あ、なるほど。僕のね、20歳ぐらいの話になるんですけれども。何、まあ、僕が当時働いてた、社長の、お家に遊びに行かせてもらいました。そこから仲良くなりました。の娘さんと、付き合わせてもらうことになりました。そこから、まあ、そこからね、仲良くなって、まあ、そこからまあまあ結構な感じで、飲んだり、飯食ったりっていう風な感じで、そこの、お家に行かしてもらったことがまあまあ多々あるんですけれども、うん、まあそのある日ね、変な話、変な話だね。まあまあ変な話だけど。ほら見て、タグ親子丼。変じゃない。タグ親子丼ってなんて言うの。やばいけども、腕上げたな、お前。力あるね。やってこい、力あるだろ。まあまあそっからね、まあそれ、ある日、まあまあ、その旦那さんと、娘さんが、まあ僕のね、当時お付き合いさせてもらってた、娘さんがね、今日もちょっと寄ったと、寝ますとっていう風になった時に、まあまあ、奥さんとマンツーで飲むことがありました。そこからね、まあまあ2人ともまあまあ酔いも入りまして、まあそこは結構大きなお家でした。まあ、あの家でかかったよ。あの家はでかかったね。社長令嬢、社長令嬢のね、お家で飲ませてもらってた状態で、まあ結果、1階のまあ客間というか、居間というか、まあそういうところで、まあ、ベロベロになった2人、まあ僕と奥さんですね、で、セックスをして。おい、お前の彼女の親だろ。サソじゃないよね。サンピーじゃない。あ、さすがに。あ、別々で、そこに関しては伝説の娘とやってるってことで、うん、あれです。娘とはもちろんやね。まあまあ簡潔に話をすると、旦那さんはね、あの白飯です。で、子供はね、卵ですと。で、奥さんは鳥です。で、これで、地元の子に、
帰った時にこういう話をしたらお前親子丼やなっていう話をされたっていう風な話です。いただきます。いただきます。いただいたけどえそれが変な話ですよね。それが変な話代表があの変な話あの一番美味しい親子丼だよねっていう話。いや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 そう、そういうこと、そういうこと、彼女のお母さんでやることマジないからね。僕の LINE から入って、URL から入ってもらっていいけど、誰もいねえわ。なんでそこ仕事できんねん。おーい、親子さんじゃな。 ID を載せ。誰が出るか LINE 言ってないんだよ。 LINE は言ってないけど、もうさっき会話で言った。そう、会話で入ってくるって。待った、でもこれは一個の皮切りであって、うん、皮切りであって、ね、皮切り。まあこっからの話はまあ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 なんのがあんな結構すぐダメ。イッサの話聞きたいわ。ちょっと待って、最近の話じゃなくて、あれがいい、入れ墨話、いった入れ墨の話。入れ墨の話、まあ、またこれこれだけなんだと思って、通達がってなかった。心拍数が、心拍数オリジン弁当がいい、俺ジョナさんで、ジョナさんで話した先輩が入れ墨入れに行った時に。え、覚えてる全然。それはちょっと面白かった。あれめっちゃおもろかった。村上信五おもろ、ありがとう。あとエピソードトークはきつくない？いや、あるんですよ、みんな一個は絶対みんな一個あるの。一個ぐらいあるんだから。あ、本当にあった話、本当にあった話あるわけないだろ、お前みたいなブスのエピソードトークが。そんなん絶対ないじゃん。ないやん、それも絶対。めちゃめちゃある、めちゃめちゃあるわ。じゃあ、じゃあ一個ね。彼女のお父さんともやったの。いや、それはやっ、え、ちょっとなんか、まあちょっと歌舞伎町っぽい話でいいですか？どうでもいい、どうでもいいけど。歌舞伎町らしい話ね。言えば、なんか、わかんない、自分のお客さんに言ったらあんま知らない話かもしれないですけど、あのね、ゴールデン街って知ってます？みんな。あー、はい、ゴールデン街ね。新宿ゴールデン街、あそこにこう飲みに行くの結構好きで、狭い空間でマスターとあーでもないこうでもないみたいな話をするのがすごい好きなんですけど、 そこで一人でしっぽり飲んでたんですよ。そしたらなんか外人の4人組がフーレッツハーバークレイジーパーリーナーみたいなのが来て、いきなり来て、みたいな、みたいになって、俺しっぽり飲んだのに。で、マスターがごめんなさい、最近ゴールデン街行って観光地化してるんですよって言って、なるほどと思って、俺はこう離れて座ってたんですけど、外人めっちゃ絡んできて、で、なんかテキーラおごってあげるから飲めよみたいな、 Are you gay? 塗ってきて、 Are you gay? No, no, I'm gay。うわ、イエスじゃねえか。おイエス、おレディーボーイ。かけない。それはそれレディーボーイ受けんねん。それないんだけど。踏み台にする。いやいや。なんかその外人とかすごいテキーラ、観光客のテンションってあるじゃん。すごい奢ってきて、マジかよと思ってまあ飲んでたんですけど、なんかテキーラをね、バーなった時に、俺らのあっちゴールデン街行って俺らのチェイサーってオレンジジュースとかじゃないですか、レモンとか。うん、で、ゴールデン街って手の甲に塩をのせるんですよ。あー、かっこいい、かっこいい、コーデソードみたいな感じ。パッて飲んだ後、塩舐めて、ふーみたいな、あるんですよ。緑茶割りでも。緑茶割りはない。テキーラっつったろ、ショットだろ。わかんねえな、自信よ。それで、みんな手のひら、手の甲に塩をのせて、きついお酒飲んだ後の塩ね。テキーラを、せーの、イエーイ、チンチン、プーってやったんですよ。はい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 。バーン置くじゃないですか。で、俺は塩舐めたんですよ。パッて左見たら、その外人の4人がその塩を鼻から吸ってるんですよ。コカインじゃないから。まあ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 、偏差値的にはね、なんかこんなあるわな。32点の話。まあまあまあ、俺もなんかいいですね。なるわ。はい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 。視聴者はめっちゃ笑ってる。めちゃくちゃ笑ってる。視聴者はめっちゃ笑ってるから。すごい。視聴者はめっちゃ笑ってる。いつもやってることしよ、自分で。俺はやらねえよ。でもやっちゃってるんだ。でも鼻から塩入れたら結構きついんじゃない。いや、で、なんかみんななんか鼻痛いって言ってて、鼻痛いって言ってて、俺は言ったんですよ、それは塩であって、あれじゃないからって言ったら、この辺で売ってるとこないのって言われて、だからそれ日本ってすっごい平和な国なんだなって。僕が売ってますけど、海外は多分そこら辺で繁華街の近くで売ってるやつがいるけど、なるほど、日本はないよ。
他に売ってねえんだもんって言ったら、うちの新たがいや、そんなことないっすよってどこで売ってんの一人で飲んでたのその話の方が聞きたい僕、プッシャーですっていう話が誰かしらにはあるからはいはいはいまあまあまあ、結構ありますよねまあまあ、何かしらねでもね、そんな水木はね、一回ゆで卵食べた方がいい、ゆで卵んゆで卵じゃあむずいむずいゆで卵食べますゴーゴーマッソーミングリーイナズマ走り作者が2人いるすみません、冷たいよね筋肉マンの歌なんですけどこの作者がゆで卵だったんで今やったっただまあ、坂東英二会のレスポンスがすごい早くて助かったいや、全然わかんないいやいや、みんな俺に言ったと思った音鳴らすの、音鳴らすなってあー、全然難しかったね、俺には全然わかんないでもまあ、でも刑事もあるんじゃないそういうのいや、待て俺はそれでも期待してるっていう前回のニコ生のボロボロ見てるからあー、もうリベンジしないそう、今日営業中に営業中にわざわざ俺の肩をグー掴んでマジやばい水木くんっていうマジやばいあ、そうだってあのここでは水木って言うんだけど、うん、営業中水木くんって呼ぶから俺の方が水木水木水木みたいなこの前のニコ生はね水木くん結構ボンボン無双無双してたねみたいな水木無双水木さん合ってるんだってすごかったすごかったすごかったでもムカついたのめっちゃムカついたのあれ見てお前が喋るわけじゃなくて他がつまなかったんだからなみたいな始まりつまあまあまあ負け惜しみだなと思いながらもでも言ってた氷河期が日本に訪れるって話の時に刑事が振られたやんあの時にめちゃめちゃチャンスだったねゴミみたいなことしてこんなことあるんだゴミみたいなちょっと寒いよねそういうのはめちゃめちゃ俺あ、氷河期だけに寒い坂屋もう本当にもうまあゴミだ今ゴミだゴミだゴミみたいなトークしとるよねだからあの放送を見てギンギンさんが水木のその振りみたいなのに俺だったらマジでこういうこと言いたかったみたいなことあんの全然ボケ放題だったのにさギンギンさんやりたい放題だよ今振りないからなボケれないけどなじゃあ次のコーナー行きましょうはい行きましょうクラブラテ水木の日本に氷河期来るけどどうするどうするよっしゃー大事はどうするかはい日本には氷河期来ます人間はおのずと地表では生きられなくなりますまあおそらくなじゃあそんな時みんなだったらどうするかうんどうすんのじゃあまずギンギンさんから聞いてみますどうすんのまあそうっすねまあお手本的な今まあ普通じゃん普通の時じゃん普通普通ね普通普通いや普通グイグイおパンうっせえな甘がみ置いて乗っていくよだから氷河期来るじゃんで氷河期ってもう何も変わらないからおどういうことわかるわかるだってほとんどゴールデンフリーザだからゴールデンフリーザうんでね氷河期来るじゃんだからあ詳しく俺気持ちが熱いからなるほどだから俺南極とか北極に行かしちゃいけない人だから氷溶けちゃうから暑いから初めて聞いたわイッサどういうことイッサどういうことこれイッサどういうことまあ要するにこれはまあ言うっすね滑ったってことですよねなるほど氷だけこれでね氷だけ今のは言わない言わないギンギンさん越えしたっすねモーターありますモーターあるからなるほどよいしょ巻いてなかったんですねマナとマナとこれどういうことモーター一生ないですマナとモーターってどういうことこれ難しいモーターですかうんうん例えばなかなかモーターといえばあれじゃないですかおモーターといえばあれ何やっぱやっぱりやってモーターやっぱりいや大丈夫大丈夫大丈夫人間の家マナとモーターその柄のズボンやめジョー太郎しか剥がわないやっぱねマナと誰よモーターねモーターねモーターでこんな日はねこんな日は飲むしかないんじゃないですかあそれつまんないですなやっぱもう営業終わってるよまだなもう営業が抜けとる俺らの飲む仕事はもう終わってる終わってる終わってるそろそろ決まりますかとまあでもまあなんやろねまあそういうわけだしもう面白いじゃん言うまい言ってよなんやろもうでもなんかいろいろぶっちゃけたトークした方がいいんじゃないの確かにというとそういうの多分ね見てる方々は求めてるんちゃうかなって思うのねあほらコメントもうちょっとぶっちゃけてほしいもっとぶっちゃけてほしいっていうぶっちゃけてほしいタイミングで CM お願いしますって書いてあるけどこれがあのカンペってやつだよテレビで出てるそうこれがねカンペってやつですじゃあねじゃあこれはねCM だとみんなでぶっちゃけた話しますそうですはいよI'm not afraid to
たくみさんってなんでそんなカリスマなんすか。俺はカリスマなんかじゃないよ。やる気と根性さえあれば俺みたいにかっこよくなれるよ。一生ついてきます。君もロミジュリでホストしないか。はい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 、司会者さん、プレイヤーって書かれてるプレイヤーです。プレイヤーだよ。こちらで、内勤さんでーす。内勤でーす。内勤じゃないよ。じゃあ、まあ次行きましょうか。いいのいいの。さっきの、ネット番組っぽい。さっきね、言ってた、ぶっちゃけた話、行きましょう。はい。じゃあ、どうしようかな。逆バージョンの話からいこうか。じゃあ、いっちゃんからいこう。あ、じゃあ、からな。いっちゃんから、うん。はい、そうですね、ぶっちゃけた話。うん。その話するか。あ、いい。しようか。でも、オリジンでもいいけど。あ、オリジンの話する。まあ、なんか俺最近、本当に。できる。俺めちゃめちゃ好きな食べ物があって、オリジン弁当のエビとブロッコリーと卵のサラダっていうのがいい。あー、美味しいです。弁当じゃないよね。そう、弁当じゃないです。お惣菜コーナーにいつも買って。惣菜でね、うまいから。で、まあいつも行く東新宿のオリジンで、あそこね。で、まあウィーン入ります。ほんで、あっこお惣菜コーナーってやっぱ全部ショーケースになったよな。ショーケースになったよ。それ開いて取る仕組みになったんやけど、その前に、ショーケースの前におばあちゃんが立っとるわけよ。咳込んでる、めっちゃ。あ、店員じゃないんだ。そう、もうお客さんのおばあちゃんだと思って、咳込んでる。わ、手も押さえへんと、もう汚いよ、めっちゃツラ飛んでるやんって。はよどけやと思って。で、まあおばあちゃんがそれよけてくれました。どんな話、慣れとんな。隣にどけてくれましたって。あ、やっと取れるみたいな、トングで。うんうんうん、取った。そう、取ろうとするやん。取ろうとしたらエビの上にそのおばあちゃん入れ歯が落ちとる。うわーって思うやん。うわーって思ったらどけとる。どんどんどん、ほんまにほんまに、そんなに食べたいんじゃん。どけとった瞬間におばあちゃんが入れ歯取って、その入れ歯にエビついとったかもしれへんけど、もぐもぐしなかった。もぐもぐしながらね、入れ歯入れた。マジか。入れ歯ダイブです。そうです。おばあちゃんはいつかのいつかです。その時の入れ歯です。やり方が分からない。すいません、クラブラテイサさん、マスターグリーンベートの落ちてた入れ歯です。なんともう一回踏んだよ。そのオリジン出てる場所教えてほしい。マスターグリーンベートの隣聞いてない。マスターグリーンベートの隣のね。はいはい。じゃあ次のシャツ、明治通り沿いのやつね。こういうの、でもこういうことはありえるよ。オリジンベートで入れ歯見た話してよ。でももうちょっとありえない話。じゃあ、次隣のチェックシャツ行こうか。行きますか。あれか、深海魚はやばいでしょ。深海魚何でもいいよ、何でもいい、何でもいい、ぶっちゃけよ。そのプラス結構、まあ、いちゃいけないようなグレーな話、質問ね。あ、いいですよ、全然全然、行きます。いやいや、なんか、まあ誰も見てないよな。いや、新聞みんな見てんだ、早く早く。見てるな。俺30分しか時間ねえんだよ。巻いて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 。いや、深海魚に初めて行った話じゃないですか。まあヘルプで俺着いた時に、はいはい、なんかコウヒさんがなんか深海魚の真似をしろみたいな、なるほど、言われたらしくて、それでなんかわあ、パタパタパタみたいな、かわいい深海魚のつまんない一発芸でした。つまんないやつね、今の人だな。つまんないらしくて、それでなんかそれ俺知らないでついて、え、深海魚の一発芸してやって言われて、俺がそこにヘルプランドついて、そこから、え、なんで俺の行ってるソープランド知ってるんすかみたいな話になって、新宿のソープランドね。ああ、そういう話したらいいんすかとか言って、そのソープランドに初めて行ったのが深海魚だったから、なるほど、なんかお尻がなんか近づいたり遠のいたりするから、はいはい、それが扱い方分かんなくて、なんかパタパタしてたんですけど、やつらそこでなんか近づいてきた、そのまあマルコに指をこう突っ込んでしまって、それで女の子がなんて言ったかっていう、聞いてないじゃないですか。聞いてない。視聴者の皆さんに、お前が思ってるよりいろんなこと考えてる。
な、何個にこう指を突っ込んだらあんって言ってた話っすよね。お疲れ待って、全然お前肩パッド取れるぞ。しかもさ、俺さ、この並びお前、お前テレビで見たよ、テレビじゃねえよ、お前に。この間ニコ生で見たらもうちょい泳がしてたぞ。お前マジで深海魚だけ、めっちゃ泳がしてたぞ。待って、もうそれは深海魚だよ。前回見てんだ、これ。ちょっと待って、なんか俺コンビみたいに見えへん、これ。いや、見えてる、これ当たり前やん、兄弟だもん。チェックで芸人さんみたいって書いてある部分のね、どこ一緒だもん、上手人物が。ちょっと待って、ほんとにつまんねえやん、こんな話よ。あっ、そう面白くないわ。誰だよ、マリ。みんな見てくれてる。もっと無限にあったやろ。でもさ、みんなソープランド行ったことあるの？例えば。なるほど。ないでしょ。ない、俺ないっすね。いや、俺はないっすよ。ないない、見たくないは嘘でしょ。俺っすか、俺本当にないっす。ソープランないの？本当にない。なぜならお金を使わなくてもエッチできるから。バカ野郎、もう俺だってできるもん。はい、ゲリーさん、ソープランド行ったことないっすか？あるあるある。でも客並みしかないの。あ、まず、これが一番。ギーさんの、じゃあその話聞きたいよ。客の店に行ったギーさんの、あのあれ、ギーさんのあれ、あのサマーランド行った時の話聞きたい。サマーランド、それなんだ。サマーランドの行った時の話は誰にもしたことないし、あのでかいバケツがバッてなるやつな。バケツじゃねえ、あれな。ふざけんな、打ち合わせなしだから。同業返しみたいなっていうのは、まあまあそうだね。同業返し、なるほどね。それ指名したら、なんていうんですか、来た瞬間に、あ、知ってたって言うんですか。いや、行った瞬間にもうちゃんと、あ、もう天塚さんっていうやつぶち込まれてて、お金渡されて。現地のやつ。なるほどね。うっかり、女の子は俺でチェックしたいから、漏れしたくないから、でもめっちゃさ、なんかチンコ触ってきたけど、まあザケンだよ。バカ野郎。ちょっとほんまにちょっと最後までやってもらって、しっかりやってもらって、ちょっとちゃんとバーローやな、んかオチのある話をしようよ。1000万ぐらい使って俺の影飛んだからね。ああ、なるほど。1000万漏れてる。マリちゃんは白鳥さん飛んだからね。巡り巡って帰ってくれよ。6万8000飛んだからね、最後。それはまたな、すごいですね。新たとかもあるよね。新たも結構いろいろあるんじゃないの、やっぱり。新たなんかすごいぞ。俺お金使わないよ。僕ないからやめよ、パスしよう。どうしようか。じゃあ見してよ。じゃあヘルスで本当するかどうか。はい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 、なるほど。何でもあるわ。まあでも、じゃあね、どうしようか。村上信五なんか、村上信五慣れてるわ。ここもう出すしかないから。ほんなら、じゃあ水木に金つかないよ。でも来ない方が水木しめはないよ。ない、水木しめはない。いろいろあるけども、水木に金使うのやめた方がいいよ。貯金めっちゃあるから、もういい、いらないから。なるほど。いや、そんなにない、そんなに水木はない。全然貯金ないから、みんな従業員使っちゃう。水木は財布。まあでも、喋ってない方ってピックアップしたい部分もあるんで。じゃあマナトで。水木、俺にも金使ってよ。まあぶっちゃけることに10に増えるって書いてあるから、そういう接客場としてはちょっとやるしかないからね、そこに関しては。おっぱい舐めたいから接客場行こう。どうしますか。見えへんわ。人の金でおっぱい舐めたい。人の金でおっぱい舐めたい。純利増やしていこうみたいな。村上信五面白い。おお、もうありがたいですね、本当に。いや、もう絶対違う。絶対違う。茶色いジャケット着て出てに関しては、ほんまにちょっと下のジャケット屋さん作ってくるから、ちょっと待ってください。1週間だけ待ってください。1個ちょっと面白いのが、はいはい、マナトの画面越しの下にケースの LINE の ID が勘違いをするから。違うから。あれはケースいっぱい来るんだよ。お前 LINE 来るぞ。このイケメン顔面でケースの LINE 来るから。逆だよ。どうせ誰も LINE 来ねえ今日。あ、本当来ないかな。だって来ないし。1個話するか。ほんならね、水木さんの小話ぐらいで締める感じになるかな。もう1回締めあるっしょ。村上信五のピン番組やろうぜ。それに関してはちょっと相談してくださいと思います。いい時間だからね、本番締めてください。読んだら誰の話お願いします。じゃあちょっとマナトが何も喋ってないから、マナトの話していい。マナトの話皆さんからな。いいの、困った時の水木そうですよ。マナトって僕の今のホスト人生の中での5年のキャリアの中の4年前の後輩なんですよ。はいはい、後輩なんですけど、そうそう、その時のマナトって本当に何も喋らなくて、ホスト右も左も分かりません、上も下も分かりません、下を見たらチンコが立ってます、そういう男だったんですけど、まあ、あのね、初回に一緒に着く時があって、で、なんかマナトが俺、昔からこうやって喋って、そういうキャラだったから、
どうしようみたいな、水木さんの足手まといになっちゃうみたいなことをなんか優しいから言ってきた時に、お前は何も喋らなくていいと、大丈夫だ、お前はルックスが本当にかっこいいんだから、ね、大丈夫、喋らなくていい、いやそういうわけにいかないんですってマントが言ってきた時に、俺がもういい、うるさい、お前おっぱいだけ言っとけってマントに言ったことがあって、おうおう、そしたらおっぱいだけね、冗談でね、冗談で言ったの、俺はそのね、マントが笑ってくれた、でもこいつクソ真面目だから、こいつ名刺渡す瞬間におっぱいっつったのね、ほんでこいつマジで行く気かと思って、マジで初回って10分ぐらいあるじゃん、その間マジで何がおっぱいなのみたいな言われてんのに、おっぱい、おっぱいで、俺が喋りかけてもおっぱい、酒を飲む時もおっぱい、乾杯の時もおっぱい、ずっとおっぱい、おっぱい言ってたの、乾杯は近いけどな、で、やる気がと思って、俺逆にごめんなって言って、乾杯近いけどね、そうだね、乾杯近い、まあまあまあ、こういう話は、まあ、助けてください、お願いします、なんか、取っちゃいましたよ、ギンギンさんの俺で撮っちゃいました、マジかってごめんなって俺冗談つまで言ったことあったけどなって、はいはい、いや水木さんそれないっすわとか言ってて、うん、おっぱいじゃないじゃん、結局言っていい、うん、マナトのホスト人生の初送り、その卓でしたわ、なるほど、おっぱい言って、送り取っちゃったっていう話ね、そうですね、だからみんな言おうよ、あんだけ水木先輩におっぱいで教えられてよかったわ、マナト4個あるから、えあんた教えられてよかったな、てめえは俺の何年も先輩だよおっぱいとありがたいな、後輩だよ、おっぱい、おっぱい先輩誰がおっぱい先輩だよ、先輩が多いわ、顔パイパイ、先輩が多いわ、なるほどね、ピックアップされてないやつ誰か行きましょうか、うん、誰がいいですか、じゃあ34歳です、34歳じゃない、ほぼ34だね、そうなの、誰がピックアップされてない、レジェン34、ブスぞ、この誰の話聞きたい、そうだ、ブスしか見たない、そっから、あなたって、あなたの話聞きたいってよ、今日グミみたいな客人多かった、1分前ですから行け、サクッと、あなた10秒で、はい、いや、無理でしょ、無理だよ、なるほど、あ、じゃあ MC の人、はいはい、わかりました、じゃあ、僕の、初体験の話します、僕の初体験は、中2の時の1個目の先輩、あ、覚えてる、覚えてる、その時のね、行った、どこもやる場所がなかって、はい、お寺で、ご本堂の中で、ご本尊の前で、ご本尊にケツ向けて、セックスしました、ありがとう、それからバチ当たりです、ありがとう、俺のケツだ、ユーマ、来週も、何ユーマ、まだまだユーマ、ユーマ、ユーマ、その時のバチが今当たって売れてないんじゃない、いや、本当にね、このバチを返してくれよ、本当に最近いい方じゃない、いい方に、いい方にということで、今週のアートークはこんな感じで終わるんですけれども、なんだ、告知とか、なんかある、いろいろあれば、なんか、みずき今月リアバだったから、なんか、まあ、お祝いね、なんだろうね、必勝、じゃあ来週も待ってまーす、よいしょー、よいしょー。